にちは、ダンサーひろみです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。前回まではですね、胸椎についてということで全6回にわたってやってきました。今回からは足の方に大腿骨と膝というところをちょっとメインにやっていきたいと思います。はい、膝と大腿骨について何話かに分けて今からやっていくんですけども、その前にこういうことがありませんかということなんですけれども、例えばタンゴを踊っている時とか、立ってる足はサポーティングフット、動く足はムービングフットと言われてるんだよと。で、動く足をどうする、こうやってやるんだよ、前に行くんだよ、横に行くんだよというふうに言われていると。そしたらそこにすごく意識が働いて、今から使う足の方にだけ意識が働いてしまって、そうすると先生とか習っている方に、違う違う、立ってるサポーティングフットの方が大事なんだよ、それがこういうことをしているから動く足がいけるんだよとかって言ってて、何のこっちゃか分かんないみたいな、立ってる方も大事なんだなみたいな感覚っていうのは少し持ってると思うんですね。で、そのことについて少し説明をしてから、その大腿骨だったり膝だったりを使うということを説明していきたいと思っています。で、これはどういうことが起きているかといいますと、大体の方が知らないことなんですけれども、例えば脳の話になるんですけど、脳みそですよね。例えばここにあるお茶をこう今私取りましたよね。で、このお茶を、こう取るという時っていうのは、まあ、脳からなんかお茶飲みたいなという指令が働いて、で運動神経系に行って、そこから腕を伸ばして、で目という感覚から奥行きとかを計算して、でお茶に手を取って持ってくるっていう、こういうことをしているわけですよね。それが脳とこの運動神経系を使ったコミュニケーションでやっているわけなんですけど、この時、そこら辺まではいいですよね。で、この時にですね、このお茶を持っているというこの状態っていう時に、脳みそっていうのは、右の半身は左の大脳皮質というところで、感覚野と運動神経があるんですね。で、左の半身は右の大脳皮質というところで、コントロールされて、延髄っていうところがあるんですけど、そこでこうクロスになるんですよ。で、例えば右手でこのように、お茶を持った時にですね、実はこの左の大脳皮質で運動神経、感覚や運動やというところから情報は来てるは来てるんですけど、それを全体を100だとした時に、使ってる能力って 10% しか使ってないんですよ。で、どういうことかと言いますと、残りの 90% というのは、実は今使っていない立っている足、例えば、左側の方の脳の下にある脳幹という部分があるんですけども、そこでこの使っている右でない方、左の方の支配していて、自律神経を支配しているものとかをコントロールしていたり、それから使ってない方の左側の方の姿勢を保持するというところに 90% の能力を使ってるんですね。うん、ちょっとややこしいですよね。なので、脳幹毛様体とか胸延髄というところがここの脳幹にあるんですけど、その部分はその大脳皮質の左側を使ってる時に、その同じ側で同じ側をコントロールしてるってことなんですよ。先ほど言ったような、例えばタンゴであったら、左足に乗っていて右足を、今から動かしますよという時は、右足にばかり意識がいっていて、左の方を何も考えないのではなくて、左の方がものすごく実は脳幹からコントロールの指示が来ているということなんですね。なので、これをちょっと分かっていくと、サポーティングフットが大事なんだよ、立ってる方が大事なんだよとか言われていることが分かると思うんです。でも、例えば左足で立ってて右足だけを前進させて終わりではないから、その出したムービングフットが今度はサポーティングフットにすぐ変わるわけですよ。そしたら今度は、今は右を出そうとしてるから左の脳幹が動いていたのが、今度は右を着地したら左足が浮いてきますから、また今度は右の脳幹が働くという、こういうコラボレーションをしているということなんですね。脳
感の部分をすごく活性化しなければならないんですけど、今その人間はほぼほぼその PMRF という脳幹毛様体のところ、胸延髄というところがちょっと動きがよろしくないらしいんですよ。じゃあどうすればいいんですか、どうすればいいんですかってなるんですけど、それには大脳皮質、同じ側の大脳皮質に刺激を入れてあげるとすごく活性化するということなんですね。ということはやはり右も左も使って動かすということがすごく脳にはいいことなので、ダンスをするということはすごく体にいいことなんですね。でそこで今みたいな、サポーティングフットとそのムービングフットということの考え方が、実は脳みそではそういうことが起きてるんだということが少し頭の中に入っていると、立ってる足ということを少し考えやすくなるのではないかなということで、ちょっと小難しい話でしたけども最初に少しお知らせしておきます。